はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ前回の続きをやっていきましょう。16日目のお昼過ぎたとこですけどね。はい、前回の動画で、ちょっとクエストどこでやるか考えておきますって言ったと思うんですけど、まあ考えた結果ですね、まあやっぱちょっとさっさと終わらせたいので終わらせたいということで、これ一応なんかクエスト受けたけど、まあこれはこれで置いといて、とりあえずスタンバトンのクエスト200体ね。あと、この上級弓、これちょっともう、キャンセルでもいいか。キャンセルして、で、この辺ちょっと森バイオームでやってこようかなと思いますね。ささっとね。そしたら多分ね、まあ、どっちかは今日中に終わるでしょう。どっちが今日中に終わると思う、多分。うん。ということで、また森に行きましょう。森にね。よし、ゴー。はい、森にやってきました。ということで、こっからは、まあちょっと、歩きで、こいつ倒すか。デカデモに倒すか。倒した？あ、倒したね。これカウントされるでしょう、多分。されないかな。まあいいか。はい。ということで、まあ基本的にはバトンで、バトンから行こうかな。さあ、来い。はい。ということで、あと4人になりました。あと4人ぐらいいるでしょう。どう見ても。ねえ。もう、あと2人だ。あと1人。これさ、スタミナ回復するから、めちゃめちゃ強いかもしんない。すごい連打できる。行ったか。あ、行ったね。スタミナ気にする必要がない。倒すと回復するからさ、全然すごく楽かもしれない。はい。ということで、スタンバトンクエア終わって終了書の設計図もらいました。次はこれか。これちょっと、これは別にスニークじゃなくてもいいんでしょっていう話なんだけど、7人武器持ちはさすがにちょっと倒せないかな。ね。武器持ちはさすがにきついな。武器持ってない、普通に歩いてる奴らなら倒せそうだけどね。これはでも物件に行った方が楽かもしんないな。なんかうろうろしてたらだいぶ遠くに来ちゃったんだけど、これどこここ。あ、こんなとこまで来ちゃった。あ、そういえばね、これ見て、ほら、これ、ほら、ダミー地雷。スキル上げて地雷拾えるようになったんで、こういう、このクレート置き場ね、めちゃくちゃ漁りやすくなった。はい。よいしょ、こいつ倒しとくか、とりあえず。ほい。ドーン。はい、はい。カウントしてるね。まあ、できなくはないな。はい。よいしょ。そう、ここね、もう取れるからさ、地雷が。これね、これほら。あれ。次の矢を撃つのがめちゃくちゃ遅い。あれ。OK? そう、だから取れないやつ、これ取れない。まあ、取れないとは限らんが。あ、取れないね。取れないやつは、あ、これ取れる。取れないやつは、壊し叩いて大丈夫。すごい。めちゃくちゃ分かりやすくなった。はい。まあ、もう持てなくなっちゃったな。読めばいいか。本もすごくいっぱい手に入れました。こいつらのおかげで。はい、はい、はい、はいと。フォージャーヘッドなんかもう開いてるけどね。よっしゃ。はい、はい、はい。本めっちゃ手に入る。めちゃくちゃ手に入る本が。これは開いてんのか。レベル上がった。OK。ああ、美味しいね。いっぱい取ったね。持てなくなっちゃうのが残念なんだけどね。うん。よいしょ。これダミーじゃない。ダミー、ダミー。ダミー、ダミー。あ、これ全部ダミーだった。これは OK。OK。よっしゃ、はい。持てなくなっちゃうかな。今回本入って、こっち本入ってない。OK。はい。はい、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 はい。持てなくなっちゃうね。はい、はい。このさ、スワットヘルメットがめちゃくちゃ余ってるんだけど、どうにかしてくれっていうぐらい余ってんだけど。
よし、じゃあまあとりあえず弓をちょっと200いくのは今日は厳しいかな。この辺にしておきましょうか、今日のところは。どっか物件行くか。さすがにこれ、この辺でも多分全部カットしてると思うから、動画では。動画ではカットしてると思うから、まだ始まって、動画的には10分も経ってないんじゃないかっていう話になりそうだけどね。ちょっと武器持ちはやばいね。このさ、マジカルバトンめっちゃ射程距離が長いの。この辺でも当たるんだよね。すごい射程が長い。強いよね。こんだけ射程長いと引きつけなくてもいいから、近接なのにさ、近接なのに引きつける必要がないから、めちゃくちゃ強いよね。ねえ、君。OK。17。こいつちょっとな、なかなか当たんないんだよな。外した。OK。次の弓を引くのが遅いんだな。あれ。はい。OK。じゃあちょっとどっか物件行くか。あ、こいつ生きてる。よっしゃ。はい、ということで、ジョイルさん家にやってまいりました。クエスト受けようかと思って。はい、とりあえずね。まあ、なかなかね、やっぱ、歩いてる敵倒すのめんどくさいね。大量発生とか。走ってくるかな。まあ、近いところ行く。ゾンビ一掃行きますか。あ、285。これどこ？パンガス製油所。パンガス製油所か。ああ、いっぱいいるかな。まあ、行ってみましょうか。あ、レベル上がったんだったかな。レベル上がってるような気がする。あ、上がってるね。ちょっと影に潜む上げるか。影に潜む。影に潜む2個上げて、44か。もう、これももう1個上がるんだよね。最高20秒探します。よし。これで行こう。どっちだ？パンガス製油所は。あっちか。こっちか。どこどこ？もうすぐ夜になっちゃうけどね。まあ夜になってもトレーダー空いてるからな。あんまり関係ないといえば関係ない。ただ弓で倒すのはちょっと難しくなるよね。やばい、暗くなってきた。暗くなってきても、あの、あれがあるから。なんだ、ナイトビジョンが。暗視スコープがあるからね。まあなんとかなるでしょう。ゾンビいないかな。スタミナが減ってきたら、これで倒せば、スタミナ回復するんだけど。どこ？パンガス製油所って。あ、ここか。これか。これ？はぁ、あ、はぁはぁはぁ。こいつでも回復するのかな。こいつは回復しないのか。ここだ。入り口はどちらですか？あー、なるほどね。ここか。行ったことはありますね。あ、ある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 。よっしゃ。じゃあ、しゃがんでいきましょうか。これでいきましょうか。まだちょっと眩しいかな。ライト消して、で、これでいこうか。特殊な感じになってるけど、いつもと比べるとね。外にも多分敵いたと思うんだけど、でも着くか。いたら、ランプつくよね。こんにちは。あ、つかないね。いないのか。もうちょっと物あされない。ええんだよね。持てなくなってる。いっぱい取りすぎて。草とかいらない。あ、売ってくればよかったね。ここら辺ね。あの、トレーダーでね。花いらんな。これもいらんな。これもいらんわ。これは飲んじゃうか。で、これも食べちゃう。はい。一個しかないな、食べちゃう。これも食べちゃう。この爆弾いらないんだけどね。これ売れんのかな？あ、売れるんだ、一応。あー、売っちゃってもいいよね。あ、間違えた。それじゃない。食べるのは、こっちだ。
よっしゃ。じゃあ行きましょうか。この上とかなんかありそうだけどね。さあ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 、もう8時だ。爆発するやつね、これね。爆発しちゃうやつね。こんにちは。いらっしゃいますか。光らないな。あ、もう気づかれるじゃん、結局。結局気づかれるんだ。やめてください。結局気づかれる運命にあるんだ、俺。またでもスリーパーの声したけどね。あ、外か。外に誰かいるな。ガソリン欲しいけどな。あ、どこにいたの？走ってくる？走ってこないんだったらもう弓で倒すけどね。走るんか？走るな、お前。追い詰められてるやつだな。追い詰められてるやつはダメだな。でしょ？上から落ちてきた、作業員が。爆発しちゃうだろ、お前。何やってんだ。やめるんだ。よっしゃ。鉄矢いっぱいあるから、もう別にこれなくてもいいんじゃねっていう説が出てきたね、これね。これでいいんじゃないか。もう結局は。結局はそうなってしまう。残念ながら。あれ、落ちたのか。せっかく上がってきてやったのに。落ちんなよ、お前。ケツ。オッケー。よしよし。これだったらノラと戦ってた方がいいかもしれないな。スニーク効かないんならね。スニーク効かないんだったらノラと戦ってた方がマシだな。明日もちょっと行った方がいいか。モリバイオームに。ねえ。そんな感じはするな。どこ？遠いな。めんどくさい。やめとくか。今回は回収目的なんで、さっさと回収して終わらせるか。開いてる？閉まってる？ここにも人いるでしょ。こんにちは。あ、いないのかな？上がってく？ダダン。ダダン。ここ入りたい。入れない。ノラがいっぱい来た。じゃじゃん。あ、こっから行くのね。こうね。あ、そうか。一旦外に出るんか。通る。あー、落っこっちゃった。あー、人いた。あ、いたいたいた。叩かれた。あ、なんかたくさんいるな。マイカ。わー、びっくりした。びっくりしたやないかな。ちょっと、やめてくんないかな。ちょっと、武器持ち。痛い。なぜかびっくりしてナイトスコープが発動しちゃったじゃないか。こいつ弱いから弓でもいいような気がする。OK ですか。この中に人いるんだけど、もう上がれないのかな俺。あ、こっから上がれるか。上がれる。よいしょと。いる？あ、いた。上がってこい。よっしゃ。よし。どこにいるの？あ、いっぱいいるね。ちょっとでも弓で倒したい気はするけどな。やりに行くか。よいしょ。ちょっと君やめてくれ。誰がいんの？痛い。じゃあ、いつの間に来たの？あ、押すな。押すなよ、お前たち。あ、調子に乗んな。調子に乗んなよ、お前たち。あれ、くそ。あとどこ？あ、ここか。あ、こんなやついるんだ。変異ゾンビまでいるんだ。まあ、頭に当てなくても、OK。あ、待って、この中とかにあったりする？それないか。
あ、この中か。この中だ。オイルシールあったね、今ね。中に。どこ？あ、あったあったあった。よいしょと。はい。OK。もう帰るか。あんましなんか意味がないような気がしてきた。この一層はあんまり意味がないような気がしてきたね。クエストを終わらそうと思うとね。ということで、帰るか。夜になっちゃうし。結局夜になったらもうさ、使えないもんね、弓ね。17日目の昼間にまた来るか。朝から来るか。結局何体倒したの ?100 もいってないよね。50ぐらいかな。50ぐらい。50、あ、ちょうど50か。ちょうど50だね。これはなかなか骨が折れるね。これはなかなか骨折れるよ。弓でやるのは。ねえ。まあまあでも、どうしようかな。まあでもなんとかなるか。モリバイオームならなんとかなるか。ねえ。これで一旦止めてって言っても、引くのが遅いからダメなんだよ。弓引く、弓のスキルって俺上がってんのかな。弓、なんか上げたような気がするな。弓どこだっけ？いて、何すんだよ、ヘビー。弓のスキル、アーチェリー、ああ、振り切ってるね。そうか、これでマックスなんだ。マックスであのスピードなんだ。じゃあまあ、しゃあないな。わざとそうなってるんだろうね。切り替えた方が、スニークミスったら切り替えた方がいいって書いてあったから。よいしょ。まあ、雑誌もらっとくか、また。あ、終わった終わった。あ、待って、タクティカルアサルトライフバンドルだって。いらないか。M60 があるからいらないか。いらないね。遠隔改造のがいいか。はい、ありがとうございます。特別な仕事も受けとくか、一応。Can you help me with my problem? はい。はいよ。どうもね。これ開けよう。じゃん。防犯と、あ、技術の惑星がどんどん上がって70ぐらいなんだよね、でも多分ね。あ、ドラマが入ってた。作れるからいらない。フルオート、あ、フルオートね、ポリマン。って感じだね。売ってしまうか。はい、はい、はい。フルオートはまあいいとして、あ、ポリマーつけれんのかな？これもいらない。いらん、いらん。いらん。これは使うか。これ使おう。これいらん。ハケもいらない。バッテリーは分解する。ビーカーもいらない。そんなとこ？この、あ、この辺いらない。もういらない。あ、OK。だいぶ減った。だいぶ減りました。まあでもそんなとこかな。これもまあいらんちゃいらんけど。そんな感じかな。うん。まあそんな感じだね。はい。ちなみに本売ってたりする？本売ってますか？あ、売ってるじゃん、本。本買おうかな。300円。安いんだよね、本がね。300円だよ。めっちゃ安くない？ねえ。買っちゃおう。大人買いしよう。フォージャーヘッドは空いてるんで、いらない。道具ダイジェスト。あ、こんな感じ。フォージャーヘッドも振り切ってるからね。よっしゃ。OK。あんまり変わらんけどな。はい、ということで、じゃあとりあえず今日はこの辺にしておきましょうか。また次回ね、ちょっとこの辺、森バイオームで、討伐進めましょうか。荷物がいっぱいになるんで、荷物置いてこなきゃいけないけどね。あそこは第一拠点に置いとくか。あ、でも夜になったらどうせ弓使えないからな。まあ一旦帰りましょう。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺にしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。大川さんでございました。またね。